北緯33度36分13.6秒、時計130度24分7.3秒、北緯33.603778度,度、時計130.402028度、33.603778、130.402028、福岡サンパレスは、1981年5月1日に、開業した福岡県福岡市博多口広報町に、 あるホテル及びコンサートホールからなる複合施設である。コンサートなどのイベント会場名として、福岡サンパレスホテルホールと表記される場合がある。博多港に接する立地にあり、隣には福岡国際センターと福岡国際会議場が、近接地にはマリンメッセ福岡があり、一帯はコンベンションセンターエリアとして整備されている。その他周辺施設として、 ベイサイドプレイス、博多府等、ビートル等の博多府山間国際旅客船、発着場である博多港国際ターミナルがある。同一建屋内に結婚式場、ホテル、会議室なども存在する。そのことから最近では、ホールのステージを利用した、ホールウェディングなどの企画も行っている。財団法人福岡勤労者福祉センターが管理。 運営していたが、2004年10月1日からは、カラシメン大使製造、販売を行う福屋の子会社で、新たに設立された、株式会社福岡サンパレスが管理、運営を行っている。NHK 福岡放送局が主催する、熱血。親父バトルはここで決戦ライブが行われる。ホテル屋上には、TVQ 九州放送と福岡放送が、お天気カメラを設置している。 ありがとうございます。